国会ではなかなか取り上げられないアダルトビデオに関する新法について、 NHK 党の浜田議員が総務会で質問します。次にですね、2022年6月に議員立法として成立した、いわゆる AV 新法、正式には AV 出演被害防止救済法についてお伺いしたいと思います。前回時間切れで質問できず、再度工藤副大臣にお越しいただきまして、大変恐縮しております。また議員立法についての質問ということをですね、政府に行うことについてはいろんな意見があることを認識しつつ、あえて質問をさせていただきたいと思います。この端的に言えばですね、この AV 新法、 AV にいわゆるアダルトビデオに対する規制をかなり強めたものでございまして、その業界の方々の評判が非常に悪いと言わざるを得ません。最近 AV 女優の方々を中心に街頭においてこの AV 新法の適切な改正を求める署名を呼びかけておられます。その方々が掲げているのぼりに次のような文言があります。このままでは AV はなくなるというものです。これはどういうことかと言いますと、 AV 新法成立において中心となった方々が、さらなる改正で、規制をさらに強くしようという意思がうかがえるということです。AV 新法の 議員立法の議員団による逐条解説、 AV 出演被害防止救済法 Q&A 立花書房という2023年に出されている本があります。でここにはですね、 AV 新法の改正にあたって検討すべきこととして、主に2つ掲げておられます。AV の公表期間の制限、一律何年以内とするというもので、もう一つがですね、本番行為の制限というものがあります。これらを盛り込んだ改正案が実現した場合の懸念点をここで挙げさせてもらいます。まず1点目、一律で数年で公開した膨大な AV をですね、すべて取り下げるとなると、それが裏に流れてアングラサイトで公開されることになると思います。数が多すぎて当然管理 しきれませんから、法的手続き追いつかず無法状態が誕生することになると思います。今ですら海賊版取り締まれていないわけです。2点目、本番行為を規制したら裏でしか楽しめないコンテンツを与えることになり、こちらも違法アングラ市場の流星を生むことになると思います。もしこういった法改正がなされた場合ですね、その表現方法として現代の禁酒法という呼ばれ方があります。で、そこでこの現在検討中の改正案についてお伺いしたいと思います。 AV の公表期間の制限、そして本番行為の制限、検討案として挙がっているこの2点を盛り込んだ改正案が現代の禁酒法と評価されていることについてご見解を伺いたいと思います。工藤内閣府副大臣。はい、お答え申し上げます。お尋ねの件は AV 出演被害防止救済法に、設けられたいわゆる検定規定に基づく検討に関するものと認識いたしております。同法の検討規定はまず附則第4条第1項において、同法の規定については、法施行後2年以内に、施行状況等を勘案し、検討が加えられるものとすること等とするものとともに、同条第2項において検討事項として性行為映像制作物の公表期間の制限、無効とする出演契約等の条項の範囲の2点を例示しつつ、契約の督促の在り方についても検討を行うようなものとしています。本法の見直しはこれらの規定に基づいて行われるものと認識しておりますが、議員立法である本法の制定の経緯などに鑑みれば、国会においてご議論されるものとなるものと考えております。内閣府といたしましては、そのようなご議論も注視しながら、引き続き本法の目的を踏まえ、被害の防止と被害者の支援に取り組んでまいります。浜田聡さん。はい、ありがとうございます。先日ですね、牧原秀樹議員、牧原議員はですね、AV 新法制定時のですね、中心のとなった方でございます。その牧原議員がですね、業界の方々と
業界の方々、AV 監督、そして AV 女優の方々ですね、と会って、まあ、意見交換をされた旨が、まあ、X 上で投稿されておられました。非常に私としては歓迎したいことでございます。30分の、まあ、約束予定がですね、90分も話を聞いたということでございます。まあ、本件に関わっている、まあ、私からもですね、感謝を申し上げたいと思います。2022年6月、今回私はですね、牧原議員が話を聞いた件に関してはですね、まあ、ようやく自民党の関係者がですね、AV 新法に関して業界の方へのヒアリングがまあなされたと思います。 AV 新法成立前のヒアリングというのはですね、業界のヒアリング、これ私なされていないので、適切になされていないのではないかと思います。それはどういうことかと言いますとですね、足立康史議員がおっしゃっていることなんですけれど、AV 新法成立前の業界へのヒアリングと称してですね、やったことは倫理団体にヒアリングをしたということです。まあ、これ放送業界でいうとですね、まあ、BPO にヒアリングをしたことで、まあ、ちょっとこれ業界のメーカーとかとは全く違うようなヒアリングということで、まあ、その表現はですね、足立康史議員の表現、非常に分かりやすいと思いますので、まあ、紹介させてもらいました。まあ、今回牧原議員が業界の方としっかりと話をされたこと、まあ、それらを踏まえて今後適切に法改正なされることを願いまして、次の質問に移ります。 NHK 党の浜田議員は、他党があまり取り上げないことを真正面からよく取り上げていますが、このような議員がいることはとても意義のあることです。